麻布警察署から感謝状が送られたのは、みずほ銀行広尾支店に勤務する障害担当の女性行員です。警視庁によりますと、今月1日東京港区に住む80代の女性に息子を名乗る男から、商談で支給200万円必要だなどと電話がありました。女性は金を用意しに銀行に行きましたが、対応に当たった行員は、女性が多額の現金を急ぎ必要としていることに違和感を覚え、すぐに詐欺だと見破りました。この行員は女性とは普段から付き合いがあり、女性の家で家族などにも話を聞いた上で警視庁に通報したということです。前々から知ってるお客様でしたので、そこがやっぱりそういう今回ちょっと違うなっていうふうに気づけたきっかけ